こんにちは、はるか、ことね、まほ。私たちはチャーハーです。はい、ということで今日はですね、まほちゃんが企画を持ってきました。めでましいじゃん。なんだと思うじゃん、逆に。まほのまつげを切っちゃうぞ。一番嫌だ。命だから、まほまつげ近くって。はい、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 どうぞ。考えてないんかい。ええということで、はい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 、何ですか。考えてないんかい。ということで、今日は春の DU 恒例対決。春が来たよということで、ここで、あ、全員で、全員でございます。え、そしたらなんか事前にリサーチとか。あ、してないしてない、ずるないしてない、本当にしてない。だって全然言ってないもん、自由とか。怪しいな。やってんな。改めて説明すると、制限時間が30分で、春らしいコーデを私たち皆さん決めてもらいます。私たちが春コーデを決めるってことですね。投票者さんは視聴者さんの皆様です。3人の中で一番良かったなって思う人に、うん、コメントをしてください。あ、分かってるね。そうだね、私だよね。私たよ。それでは行ってきましょう。せーの。自由到着しました。ということで、今から30分間、はい、やっていきたいと思います。バイバーイ。はい、それでは今から30分間よーいスタート。バイバーイ。まずカーディガン系でなんかちょっと可愛くしたいと思ってたんだけど、カーディガンがなかったんで、やっぱストリート系で行こうかなっていう感じです。でも GU ってあんまりストリート系がないからね、すぐ決まりそうな気がする。このね、このフリフリも可愛いんだよ。このフリフリ、とりあえず目星のついてる服は見つけたので試着します。4点。はい、こちら。私なんか、まあなんとなくあるかどうかわかんないんだけど、これがいいなって思うものがもう決まってんのさ。ジャケット系がいいんだよね。カラーのもののジャケットで春らしく決めたいっていうのが私の思いですね。あった、ジャケット系。今薄ピンクのジャケットを発見して、似合うかどうか見てみたいと思います。どうしよう、どうしよう。ヤホン見つけた。やばい、ことなに見つかった。あいつなんかジャケット持ってやがって。なんかアニマル持ってる。もう7000円近くいったので、1000円のカバーと1000円の靴があればいいな。多分私これ買っちゃうわ。申し訳ないけど買っちゃうわ。マジでどうしようかな。なんかね、ジャケットがいいなと思ったんだけど、もう前回もジャケット着てるから、今回はジャケットはやめようかなと思ってます。あ、なんか可愛いスカーフ発見。ゼブラとヒョウ柄のスカーフを発見した。これいくらだ。990円。マジで安い。春だよね。春か、春、春か。可愛くないこれ。カーディガン、カーディガン、上に羽織るやつ。え、可愛いじゃんこれ。すれ違いと際に見られた。そうですね。1、2、3、4、5、6で、ごめんなさい。集合時間から5分経ったんですけど、来ないです。二人とも来てくれ。やっと来ました。お待たせしました。はい、まずは謝ることがあるんじゃないですか。すいません、10分も遅れてしまう。主催者が10分遅れるという。5分遅れの私が言うことじゃないけど。まあ、もう帰ってのお楽しみにしよう。私めっちゃ自信ある。バイバーイ。それでは、一人一人ファッションショータイム。それでは1曲いかなくちゃ。あ、獣だってミスタードミスタードのコラボ商品を選びました。僕はあゆみ
ミディさんが推しです。アピールポイントはパステルカラーを入れなかったことです。逆に逆にアピールポイント、何がパステルカラーで入ってくると思ったから、はるかはもうあの春といったら涼しいイメージだから涼しさを意識しました。無理やりカラー、イエーイ、笑っちゃってるね。この T シャツがめっちゃ可愛いんですよ。可愛い、ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とグッドボタンの方お願いします。お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして3人の中で一番良かったなって思うメンバーの名前をコメント欄にたくさん書いてください。はい、お願いします。お願いします。はい、SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上ジェイコでした。バイバーイ。